カボチン。マナティチャンネル。はーい、皆さんこんにちは、マナティだよ。みんな元気してる？はい、今日はですね、こちらを買ってきました。じゃーん。ロッタリアだよー。イェーイ。ロッテリアに行く機会があったので、私の家の周りにはないんですけれども、バスを乗り継いで少し離れた場所に行ったので、ロッテリアがあったので買ってきました。私ね、ロッテリア好きなんですよポテトは細いポテトが好きで、ロッテリアのポテトが一番好き。あのね、塩加減とちょっとね、なんて言うんだろうな、スパイスっぽい感じがもうダントツで一番美味しい。太いポテトはダメね。ノーノーノー。細いポテトの中でもダントツで一番美味しい。はい、こちら限定でした。明太マヨエビです。明太マヨエビ。そしてロッテリアといえばこれだろう。絶品チーズバーガー。そして、私の大好きな、照り焼きバーガー。そして、半熟、なんだっけ、エッグ？半熟照り玉？みたいな、そんなような。半熟の、卵が入ってます。こちらですね。こちらも見せましたっけ、今。こうね。はい、買ってきました。それでですね、ポテトと、アイスコーヒーも買ったんですけど、すぐ食べました、その場で。もうね、揚げたてじゃないと美味しくないから、ポテトは。これどこか置いとく？こんなのいらないよね。揚げたてじゃないとさ、美味しくないからさ、ポテトはさ。だからね、ちょっと軽くティータイム、お茶するときにコーヒーを飲みながら。コーヒー美味しかった、ロッテリア。アイスコーヒーミルクだけ入れてね、すっごくね、芳醇な香ばしいね、コーヒー豆の香りがして美味しかった。びっくりした。で、ポテトとね、それでちょっと時間つぶしに。はい。それで買ってきて今ちょっと温めました。出来たてほやほやではないんですけど、月見バーガーのね、季節に月見バーガーも食べたかったんだけど、まあ、まあね、ケンタッキーとマックもやったし、で、モス行ったら終わってたし、まあいいじゃない？ロッテリアいただきたいと思います。私、ロッテリア小さい頃から好きなの。一時さ、ロッテリアばっかりだったのにさ、減ったよね。ドーンって。そっから絶品チーズバーガーでまたうまくなったのよ。ロッテリア回復したのよ。じゃあ最初はメンタマヨエビ限定のハンバーガー食べていきたいと思います。こんな感じで。あ、太陽よ、海よ、大地よ、空よ、命をありがとう。いただきマナティー。いただきまーす。メンタマヨ美味しいんかしら。エビカツが入ってる。うんうんうん、美味しい。エビがプリプリ。マヨっぽくてちょっとピリ辛。
ちょっと私飲み物忘れました。はい、飲み物持ってきました。イエーイ、アイスコーヒーです。乾杯。チーン。いただきます。あ、お腹がね、ペコちゃんだったの。あの、エビカツのさ、揚げたてサクサクじゃないのがちょっと残念だけど、仕方ないよね。お店でその場で食べないとさ、そうなっちゃうじゃない。持って帰ってきたらさ、しんなりしちゃって。でもエビはね、でかいの。プリプリ。やっぱロッテリアってすごい美味しくなったね。前から好きだけど、さらにウーバーイーツがさ、ここのお家に引っ越す前は都会の中心部にいたんで、ウーバーイーツあったんですよ。だからよくね、朝お腹空いた時とかね、ロッテリア頼んでた。ポテトとね、絶品チーズバーガーとね、高いのにね、ウーバーイーツで頼んでたわ。もう今はね、ウーバーナイーツになっちゃったから。ウーバーナイーツの地域に来ちゃったから。でもウーバーナイーツの地域に来たらすごく自炊するようになるし、夜に家に何もない、なんか食べたいと思ってもないものはないじゃない。だから太らないよね。なんか虫がいるんだけど、あなた家賃払ってね、ここの部屋にいるんだったら。ウーバーイーツがあるとさ、夜中にさ、ヤンニョムチキンとか頼んじゃうもん。お金はかかるし、太るし、よしはあるしね。そういうなかなか行けないところの美味しいお料理が食べれて幸せっていうのもあるし、だけど太っちゃうし、お金もかかるっていうのもあるし。最後の一口。はい、目ん玉やエビ完食でーす。マロティ。私の家の近く、ほんと2、3分圏内にロッテリアがあったらな。毎日行くかも。あの美味しいポテトとアイスコーヒー飲んでね。はい、続きまして絶品チーズバーガーいただきます。わあ、美味しそう。もうとにかく絶品よね。絶品チーズベーゲーいただきまーす。このスパイシー、胡椒が効いてるよね。
このさ、ここにさ、レタスを挟まない、野菜を挟まないっていうところがさ、画期的だよね、この絶品チーズバーガー。あえて挟まないっていうね。だってさ、見栄えも良くないしさ、なんか寂しいじゃない、一見。だけど、その野菜がないことで食感も違うし、このパティの肉肉しさとこのスパイシー感、あとチーズがとにかく際立ってるよね。絶品チーズバーガーって言うだけあって、多分ね、野菜レタスとか入れちゃうとね、水っぽくなって薄まっちゃうんだと思う、そのチーズ感が。だからチーズと肉を食べてほしいんだと思うよ。まあ、今から絶品チーズバーガー語ることもないんじゃない。美味しい。もうこれペロだわ。やばい。久しぶりに食べたロッテリア。ないの。私の家の周りに。2年以上ぶり。あの、ここに引っ越してきて初めて食べた。バス乗り継いで行ったんですよ。車があれば、うまいこと、私の家の周辺にね、うまいこと分散してるの。モスバーガーがあって、イオンにはマクドナルドとかケンタッキーがあって、で、そっち側行くと、そうね、あそこには、マックなのかな？あ、マックだ、マック。うん、マックがあって、で、こっちにロッテリアがあるんだけど、で、フレッシュネスバーガーはちょっと遠いのよ。うまいことね、その、なんていうの？商業施設に、一店舗一店舗違う、その、ハンバーガー屋さんを入れてくれてるんだけどね。地域が、ちょっと考えてるのかわかんないけど。だけど、そのロッテリアが入ってる商業施設に行く機会がない。行かない。家の近くのバス停から、そっちに行くバスが出てないの。美味しい。コーヒーも美味しい。で、映画見に行くときはあっちでしょ。映画のところの商業施設はマックが入ってるでしょ。映画とかみんな見に行きます？映画。突然話変わるけど。あんまり私ね、映画ってね、行かないんですよ。映画館行かないんですよ。映画を見るとしたらね、名探偵コナンだけ。でも今回、黒金のサブマリンを見てないんですよ。もうだって、私がさ、ニューハーフデビューするときに、もう、何作目かの映画、実家で何回も見てたからね。それぐらい昔からやってんのよ。で、毎年毎年やるたんびに、その時に付き合ってた彼氏とか、デートしたい男の子と一緒に見に行ってたの。お客さんのおじいと言ったこともあるわ。わざわざ名探偵コナン連れてって、おじいに。社長さんね。全国500社をさ、束ねるさ、社長さんをさ、名探偵コナンの映画に連れてったこともあるわ。見たいからとか言って。映画行こうって言って、名探偵コナン見てたわよ、その社長が。笑えるわ。
はい、最後に一口です。で、毎年見てたんだけど、私 Amazon プライムに入ってるんです。知らないうちに。もうさあさ、Amazon プライムビデオ、名探偵コナンがいっぱいあって、なんか今回新しい新作もすぐ Amazon プライムで見れるようになるかなと思っちゃったら、なんか行かなくていいかなと思っちゃって、でもワンピースレッドは行きました。うたちゃん、信じたいだこの未来はをね、あれはね、映画館で聞きたかった。大スピーカーで。あの歌は。だから見に行った。もうね、すっごい期間を外して。もうね、終わりかけの頃、上映が。なんか最近、またリバイバルでやってるんでしょ？だけどほんと、終わりかけの頃。だから私含め、映画館に4人ぐらいしかいなかった。女の子。私の他に3人ぐらいしかいなかった。後ろに2人と前に1人。でもよかったよ。はい、照り焼きバーガー、エッグ、半熟、トロトロ。おぉ、この、すごい照り焼きバー、照り焼きのタレが、べちゃべちゃになって。いただきまーす。あー、垂れちゃった。やっぱり？あー、垂れそう！やめて！垂れないでー。垂れないでー。お願い。どうやって食べたらいいの？うん。うまーい。こっちのこれはソースじゃありません。書いた後です。何回も言うけど。ずーっとソースついてますよって、視聴者さんに言われて。ソースじゃないのよ。色素沈着なのよ。色沈よ、色沈。卵にあたるついてるか。うん。おいしい。だからね、なんで映画館に行かないかっていうと、私が1時間半から2時間じーっとしてられないの、私この性格的に。じーっとしとかなきゃいけないじゃない。で、トイレにも行きたくなっちゃうの。トイレが近いから。絶対に映画見出して一回はトイレ行きたくなるの。トイレに一回、映画上映の前に行きます。で、ウーロン茶をなるべく飲まないように。だけど水分を取りたいタイプだから、ごくごく飲んじゃうので、いいところで途中で行きたくなっちゃう。で、すいません、すいません。私もで、ちょうどね、真ん中の席を取る癖があって、すいません、すいません、なるじゃない。だ、そう、それもあるし、雰囲気とか、ポップコーンとか、すごいテンション上がるんだけど、すごい、とろけた黄身が出てきたよ。ほら、ここ。
もう外国の映画の2時間半とか3時間なんてもう耐えれない。無理。もうトイレ行って伸びしてるもん。はーって。はーとか言って声出したりしてね。私思い出した、昔さ、よく私の、あの、動画に登場する M 子とさ、誕生日に悔しくて泣いた女 A 子、3人でよく遊んでたのよ。でさ、遊ぶときにさ、何やるって買い物も終わってさ、なんかすることがなくなって、で映画でも見ようよってなってさ、で私って思うんだけど、多数決でさ2対1になるとさ、私の意見は通らないわけよ。そうするとさ、映画見るんだけど毎回何部作かの3番目とか見せられるの。私1に見てないんだけどって言って言うんだけど、ああ大丈夫大丈夫、楽しめる楽しめるって教えるからとか言って、ある程度って言って、ひどくない？そんなもん、私が見たことあるもの、ハリーポッター、アズカバンの囚人、あれ 3作目でしょう。あとマトリックスリローデッド、あれ3作目でしょう。あとロードオブザリング3作目。3作目ばっかり1、2見てないのに。あとジョニーデップのなんだっけ、海賊のやつ、パイレーツオブカリビアン3作目。もう1、2見てないから全く意味がわからない。もうさ、隣でさ、これはこうだよとかさ、あれはああだよとか説明されても全く意味がわかんないし、見てないから、だから、みんなが、衝撃の事実みたいな感じで、実は、なんか犯人はこいつだったじゃないけど、なんかそういう時あるじゃない？みんながさ、驚きの部分、全く驚けないの、私。ははは。だってその人のこと知らないんだもん。だってもうひどくない？いい加減にしろって感じ。じゃあさ、映画なんて見ずに一人で時間どっか潰したりとかさ、それならそうすればいいじゃないって思うじゃない？なあ、言っといてよって、私1に見てないから、意味わからんから、見たくないからって言って、言っといてよって言えばいいんだけど、だけど1時間半からさ、2時間潰すのって結構大変なわけよ、時間を。だってもう、買い物もしてきちゃったしさ、何回もお茶もしてるし、カフェでティータイムってことね。お茶もしてるし、カフェでさ、まあ、30分だったら、ギリ、わかるよ。1時間半からさ、2時間カフェで一人でずーっとさ、アイスティー飲んでるってできないじゃん。その当時コーヒーとか飲まなかったから。で、一人でカフェにいることができない人だったからさ、当時私。動画で何回も言ってるけど。だから時間潰せないのよ。で、じゃあウィンドウショッピング、私ショッピングさっきしてきたのに、ウィンドウショッピングなんでまた疲れるし、歩かないといけないじゃん。テク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 、もう2時間も歩いてられないでしょ、そんな。そうなると、その2人の意見に賛成して映画館に入らなきゃいけないのよ。
これ最後の一口。うん。イエーイ。で、その M 子と A 子に不満がもう一つあって、私、外国の映画、映画館で字幕で見るんですよ。吹き替えで見たいんですよ。吹き替え。なんでかっていうと、私ちょっと、そんなにね、頭の回転が速くないから、もう、字幕だと、英語の英語訳を字で追って、もう大変なのよ、その字で追うのが。次、セリフをこう、わーってこう、それに必死になっちゃって、映像が見れないの。だけど、その子たちの言い分は、やっぱりさーって言って、その俳優さん本人の声で映画見たいよねとか言ってさ、一丁前にさ、調子超えたこと言いやがんってこと。何が俳優さんの声、その俳優さんの声で映画見たいよね。だからアホや。バカ野郎。カッコつけやがって。吹き替えだったら集中できるじゃん。確かに声は不自然よ。吹き替えね。わかるよ、それも。だけどさ、こうもう追うのに必死になっちゃってさ、やよ。続編は見せられるわ、字幕だわ。もう最悪よ。はい。ロッテリアのハンバーガー完食しました。イエーイ。くしゃみでちょっと。美味しかったねー。スーピーン。はい。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。